メンバーたくさんいる、48人いるから、やったぜ、嬉しい。では皆さん、ちょっと手元にある食べ物紹介をしたいと思います。待って、ギフト追いつけない、待って、ギフト、ガーズルールありがとうございました。へへへ、見ちゃった見ちゃった。まずこちら、今日のアイスこちらでした。チョコモナカジャンボです。はい、もちろん食べ終わってます。こちらのバーコードを集めると年末ジャンボが当たるということで、これを今日は食べるのでバーコードを切りたいと思います。そう、あともう一個、これも食べたよ、ジャイアントコーンの黄色。ちょっと配信始めるの遅くなってごめんね、アイスタイムしてました。ごめん、ちょっとハサミでチキ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 。そう、完食済みのアイス紹介から。でもね、ちゃんと新潟グルメもありますよ、皆さん。よいしょ。はい、このバーコードをね、内緒、バーコード内緒だけど、これをちゃんと広島に持って帰ります。ということで、こちらのこれは、バイバイします。ゴミ箱。それでは、本日のものを紹介したいと思います。まずこちら。柿の種。南蛮エビ風味です。じゃじゃーん。続いてタレカツ丼風味、じゃじゃーん。そしてサラダホープ枝豆味、イエーイ、ゲットしました。念願のぼる塾の、ぼる塾田辺さんのおすすめと聞いたこちらのサラダホープ、差し入れでゲットしました。昨日ココアさんとスーパーとコンビニはしごして見つけられなかったサラダホープをやっとゲットいたしました。なんか画面曇ってる？ゴシゴシ。そしてこれもいただいた、差し入れで。あとね、このホワイトチョコのやつ、これはソちゃんにあげます。ソハタにあげる用の、私はツアーとかあちこち行くときは自分の分を残してお裾分けしてるんですよ。一緒に味わいたくてお裾分け。ちょっと暑いのでエアコンつけていいですか。暑い、暑いすぎるよこのお部屋、すいません。そしてね、終わりかな、終わりで、でなんかリコちゃんに笹団子持って帰りたいですって言ったんですよ。そしたらね、もうメンバーがみんな帰った後だったんよ。みんなメンバー出た後で残ってるのがユミリンさんとアイコと私の、あの1997年生まれの3人組が残ってて、今日帰りね、したらね、スタッフさんがね、これ全部持っていきなって言って、笹団子を、しかもスタッフさんがこれ止めてくださったの、乾燥しちゃうからねって言って止めてくださって、これをソラハさんとリコチの2人に戻せてくれました。ユミリンさんは持って帰りな持って帰りなって言ってくれました。これはメンバー用です。メンバー用にもらいました。やったー。これはこしあん、粒あんもあったんだけどね、こしあんをなんかね、出してあるやつはもうずっと1日出してるから乾燥しちゃってると思うから、袋のやついいよって言ってくださって、くださってね、
いっぱいあったんですよ。多分いろんな方から来たのかもしれない、笹団子がね。あとね、今日お米もあって、今日の差し入れね、あったかいお米だったんです。あったかいお米とあったかい豚汁があって、どっちも新潟名物。豚汁もね、なんかね、創業すごいね昔からある豚汁の有名なねとこの豚汁らしくて、そう、あったかいね豚汁を食べれたんですよ。あとお弁当もねめっちゃ美味しくてびっくりした。お弁当がびっくりするぐらい美味しくて、本当に本当に、あの人参のなんかおしゃれなラペみたいな、なんかそんな感じの名前っぽいやつが入ってたりとか、めっちゃクッキー、何のことかな、クッキークッキーってあの花柄のカンカンのことかな、クッキーのこと、クッキーってあのかれこれ昔の配信で紹介したあのクッキーのことかな、花柄の白のカンカンのかれこれ10時間12時間前ぐらいの配信で、はるか昔の配信で見せたあれかな。あれは朝配信終わった瞬間食べきりました。さようならクッキー、ありがとうクッキー、忘れないよクッキー。これですか、もしかして。ちょっと綺麗にしよう、服をちゃんと、もう髪はね、中に入った髪たちはもう処分いたしました。すいませんよ、ほんとに。きれいに拭いとこう。昔のゲームのカセットの接続悪い時のやつ、ほんとはしちゃダメなやつ。ヒリオル公園立ちっぱなしで帰り歩くのやっとでした。そうだよね、ほんとにね、きついよね、絶対ファンの方きついよねってメンバーとね話してたんですよ。本当に大丈夫ですか、明日から動ける、大丈夫、明日なんかお仕事大変とかじゃない、休めますか、足、あの足のさ、ふくらはぎのとこに湿布とか貼って足を高くして寝てくださいね、枕とか入れて。お見送りないよ、お見送り、ツアーお見送りないないですよ、ないです、悲しいけどないです。話したい誰かどこにもいないのは。暗闇求めやったんですけど、2期生は暗闇求めやるの初めてだったんよね。でも1期生さんとドラフト3期生さんは陸上公演の時にやったことがある曲で、やっぱ思い入れがあるファンの方もメンバーも。で「世界はどこまで青空なのか」も披露したんですけど、それは私研究生時代からずっとやってた曲だったので、そう、今日のメンバーで唯一私が研究生時代からやってる。ピンマイカーっていうね、ユニット私しか今日いなかった。ピンマイカー時代からやってて、去年2期生の4周年、ん ?3 周年か、2期の3周年公演でもやった曲だから、2期生は2回目の披露で、私は研究生時代から何回かやってるんですけど、その時、去年の2期生で披露した時とはまた違うポジションでした。今日オキさんセンターだったね。オキユーカと多分オギユーカさんをかけてるんじゃないかみたいなことをあかりんさんが言ってた。だからあかりんさんは曲紹介の時に、あのその曲振りでオキさんの名前をちょっとオギユーカさん風に言ってたよね。そう、そういう意味だったらしい。
私はね2期生の時は2期の3周年の時はユミリンさんが今日やってたポジションでやってて、私は今日リコチがやってたところ、リコチがやってたポジション、本間ひなたさんのポジションで今日はやりました。晴れていてほしい、澄み切ってほしい、やったよ。で、前は誰だったかな、高倉萌香さんかな、おかっぱちゃんさんかな、前の時は確か2期の時は美穂がセンターだったんですよね。あとね、あれの時もした、美穂の卒業公演でもしたわ、マイカーで披露しました。そういえばだから沖さんもやったことがある、だからかな、マイカーのメンバー、そういうことかもしれない。今日の歌割り絶対そうだよ、マイカーのメンバーが上にいたもん、沖さん、私、ココアさん、ユミリンさん上にいたから、多分そうだ、そういうことだ、やったことがあるメンバーってことだ。ユミリンさんはなかったけど、パッ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 パーね、あ、そう、ユリナのセンターわかる、これユリナのより強いですよね。ピンマイカー時代はユリナがセンターでした、ウリちゃんがセンターでした。世界はどこまで青空なんだろうね、イヤヤのイメージ。最近さ、卒業した2期生たちがどんどん SNS ね動かしてて懐かしい気持ちになりますね。昨日今日かな、ユリナとリンコが絡んでた X で、こんばんはね。わあ、笹団子、笹の香りがする。昼公演アーカイブがあるんですか？マジ？そう、昼公演はなんか始まる時に急に鍵穴だったんですよ。アリちゃんさんと私が鍵穴して、でグダグダすぎてめっちゃなんか笑ってたんですね。笑っちゃって鍵穴で、ちょっと反省してたんよ、終わった後一人で、あ、なんかもっとちゃんとすべきだったなとか思って一人反省会開いてたら、ちょっと配信の方で漏電がみたいになってて、漏電があったらね大変だから、あの配信スタッフさんたちさ、感電とか起こして、あの命の危機があるから、あのちょっとそう放送ができないってなって、でもどうするどうする、でも配信買ってくださってる方もいるわけだから、それでいろいろ遅くなっちゃって、でメンバーがそう出て行ったんですね、ステージに。でじゃんけんして、夜公演のサングラスデイズで一言言う人を決めるじゃんけんをしたりとかして、で結局配信なく昼公演始まったんですけど、お母さんから、昼公演終わった後スマホ見たらお母さんから、お母さんいつもねツアー見てくれてて配信で、どうしたのみたいな、昼公演どうしたのみたいな連絡来ててさ、ね、みんなも配信組のみんなもきっと何事だと思ったと思うんですけど、全部のカメラ割りを見せる、そりゃ怖い。そう、今日ユミリンさんのお誕生日だったからね、あのね、ユミリンさんがお昼公演はサングラスデイズの一言でした。26歳、 STU のメンバーで26歳迎えるの初めてらしいんですよ。過去最長記録らしくて、26歳っていう年齢が、だからユミリンさんが今日リハ終わりにね、夜公演のリハ終わりにサプライズでケーキをね、大きい、本当に大きい普通のホールケーキの
何倍もある大きさのケーキをねスタッフさんが用意してくださってて、でゆみりんさんがこう喋ったんですけど、あの最長記録なんですけどこれからはパセリと愛子人に託しますって言われて、これからどんどん40とかまで行ってねみたいな言われてさ託されてしまいました。 STU の最長記録、今まではコウコさんかな、コウコさんか指原さんかな、最長記録、最年長記録って。でユミリンさんがそれを今日で更新したみたいで、でパセリに託されました。山笠セロリ言ってないわ。はい頑張ります。はいはい頑張ります。こんばんは。なんかそしたら奥さんはなんかそうだよみたいな、そしたら下もいず居やすいよみたいな入れるわみたいな言ってた。私をガードに使うんじゃないよ。初の26歳らしいですよ、 STU 史上。こんばんは。ね、お笑い、楽しみだな。これ早く食べたいけど、あ、でもダメだ、ソラさん食べようと思ったんですよ。ソラハさんと一緒食べようと思ったけど、シナのソラハさん枝豆味無理だわ。枝豆、あの方枝豆苦手だ。じゃあこれはパセリ一人で食べちゃおうかな。今ちょっとさ食べる、一緒に食べますか。食べたい、開封の儀。オープン。うん、開けれない。ダメなの？なんで？あ、食べる。うん。食べまーす。え、すごい。こんななんだ。こんな形です。うん。うん。見てよ、新潟限定。うんふん。はい。えい。うん。なんか匂いがいい。今日会場からお茶とか水とかもらってくるの忘れたから、飲み物ない、やばい、化粧水しかないよ。化粧水しかないよ。まだいっぱいある。こんなに食べていいの？うんふん。パセリからのレッスン嬉しかった。やった。その言葉が嬉しい。
はい、飲み込んでから喋ろうね。セット売りしかなかった。いっぱい味あったよね。4種類ぐらいのやつでしょ。あ、違うわ、それこれだ。これはなんかいっぱい味がありました。うんふん、美味しかった。あとはリコちゃんとソラハさんにあげる分、広島で待っている2人に渡す分なので、パセリの今日のお菓子終わりです。じゃーん。この罠は、これの良くないとこはカロリーが分かんないから、でもいいとこでもある。カロリー分かんないから気にせず食べれるところ。リコちゃんにね、笹団子いるって言ったら、どんな味なんだろうって言った。お口に合うといいよね。美味しいです。美味しいです。めっちゃハニーおせんべい系はハニー。ちょっと滞在しちゃうので、今歯の噛み合わせがちょっと高いから、今歯医者に行ってさ、歯の噛み合わせ見る赤い紙入れたらちょっと大変かもって感じだけど、これも醍醐味です。これも醍醐味でございます。あれ、ホセどこ行ったっけな。今日お米も食べました。でも昼夜2公演動いて、いっぱい動いた。リハも動いたし、いっぱい踊った、いっぱい汗かいた。これに入れてお土産たちを持って帰ります。大丈夫、よし、イエイ。お米美味しかった。でもお寿司も気になった。千穂さんとサラちゃんが行ったらしいお寿司。パセもお寿司食べたかったな。パセは今日のね MC で気づいた方もいるかもなんですけど、昨日夜ねラーメン屋さんに行ったんですよ。でもともとその予定じゃなくて、違うもの目当て、違うものをお目当てに行って、ま、違うものっていうのがアイスなんですけど、アイス目当てに出かけたんだけど、やんちゃんがテレビ収録、テレビの昨日生放送もあったりして、お腹空いてる、ラーメン食べたいって言ったから、みんなでラーメン屋さん行ったんですよ。でもパスはもう夜ご飯食べちゃってたから、お刺身、お腹結構いっぱいでラーメン食べなかったけど、餃子をね食べました。みちゅさんとやんやんとももちゃんと、そうラーメン屋さん行ってね。だから今日の MC、 夜公演かな、夜公演の MC ってヤンとモモちゃんがその話をしたんだけど、ちょうどその並びがパセ、ミチュさん、ヤンヤン、モモちゃんの並びで4人ちょうど固まってて、そこ
ね、そう餃子食べました。こんばんは。喜んだ MC、なんかね、喜んだ MC さ、自分ばっか喋ってしまってると思ってすっごいずっと申し訳なくて、なんかすごいね、もう不安で不安で仕方なくて、今日の朝さ、早く5時とかに目が覚めちゃったから、あ、MC 今日夜公演 MC あるわと思って、どうしようと思って早口言葉調べたんですよ。でもなくって、新潟早口言葉やけん、なんかあんまりわからなさそうな方言とかのクイズ出そうかなと思ってさ、ホテルの紙に書いて持って行ってた。本当に申し訳ないと思ったから、なんかもうなんかその空気感が、あ、もう私ばっかしゃべったなって汗汗して、あの自分がさ喋ってる時って体感がわかんないじゃん、どんぐらい喋ってるか。お話し会とかでもそうじゃん、気づいたら秒数終わってるみたいな時あるじゃないですか。そうだからね、ちょっとね、終わった後ね、ごめんとか言ったら、よかったよって愛子が言ってくれたから、よかった。愛子とももちゃんがよかったよって、あ、そう、あいよー。でもイントネーションとか合ってるか分かんなかった、ネットで見たやつだから。もしかしたらなんかあるじゃん、長崎とかでも長崎弁って言うけど、地域によって使わない言葉とかさ、年代によって使わない言葉とかあるからね、どうかなと思って。だけどもうこのご当地 MC も今日で最後でございました。最後でござんす。福岡名古屋とやってきたこのご当地方言 MC ですが、新潟で終わりましたのでPR 舞台のグルメ担当同様、もうスパッと終わるときはもうすぐ終わっちゃう。悲しい。悩むときは悩むけど、終わるときはあっという間、そういうもんだ。大阪は絶対にポジオ MC ないと思ってるMC なさそうな気がしてる。だってもうユニットが東京と一緒なら、もう今日でポニーテール、ラストポニーテールだったからないと勝手に思っている。でも大阪の瀬戸入りまだわからない、今日新潟だったから、これから大阪に向けてです。そう、タラタタタタラタタタ、うん、おしめんの衣装を着れるのも今日までだったわ。この前のあれ2日前の花だれ公演の時に、リコチがね、もともとおきさんポジなんですよ、花だれでは。だからなんか自分が夏のスキアご用心出た後にポニーテールに出てないのがなんか不思議で、出たいってなった、出たいよってなりました。チャラチャ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 ラチャチャ、アンピオ団子食べてた？パスお腹いっぱいだよ今、うん、なんか目に髪の毛が細い髪の毛、もうお腹いっぱいです。今日はお米いっぱい食べたんだ。おにぎりもね、筋子のおにぎりが美味しすぎて、めっちゃ美味しかった。あのおにぎり屋さんどこのなんだろう、すじこのおにぎりめちゃくちゃ美味しくってさ、びっくりした。おかわりしたもん、すじこのおにぎり帰り際に。みんなメンバー食べないっぽいなみたいな思ったから、何個かおにぎりまだあったから、すじこのおにぎりも食べたし、ジャーに入ってるあったかいご飯もお昼には食べたし、タレカツ食べんかった。あ、バカウケのタレカツ味食べました。美味しかった。バカウケってさ、海苔塩が一番と思ってたけどさ、美味しかった。タレカツ味ね、味が濃くてなんかハッピーターンの粉みたいな感じで
美味しかった、最高でした。タレカツ美味しかった、いいね。髪の毛を前にするか後ろにするかずっとなんかずっとそう言っちゃう。ハッピーターン食べてないよ。わあいいな、激うまだった。なんか帰るときさ買う時間あるかな。実家にお土産買いたい。いつ帰れるかわかんないけど。そう、髪めっちゃ伸びたよね。思った私も。ほらじゃーん。わかりやすくしたいの、もっとこうやったらわかるか。じゃーん。ちょっと横向きだけど、だって今髪の毛巻いてるし汗かいてるからちょっと伸びてないけど、結構さ伸びましたよね。まあ、結んでるからちょっとねその分は短いけど。じゃじゃーん。あ、ここ電気つくんだった、ここの。あ、そんな変わんなかった。じゃんじゃん。今日ヤンコがね、パちゃんその髪似合ってるって言ってくれて嬉しくて満面の笑みになっちゃった。無言で微笑んでしまった。嬉しい、褒めてくれました。昼公演の時も思ったけど似合うねって言われて嬉しかった。人を褒められる人って良いですよな。じゃん。縦にするとコメントもこんな向きこういう向きで読まなきゃいけないから戻しちゃいました。え、ニヤニヤとかじゃなくて、ニヤリとかじゃなくて、パちゃんその髪似合うねって私が言ってずっとニコニコしてた。ヘラヘラしてました。歯出して歯が出てた。この服いいでしょ。これはリバティエイジさんの服なんだけど、もう買えません。もう受注販売終わっちゃったので、もう今後一切購入できない、そういう商品となっております。残念ながらもう購入できません。今日前髪さパッツンじゃなかったんだよね。なんか何ですかね、これ、こういうこういうんだった。楽しかった、ありがとう。私も楽しかった。ライブわーい。世界はどこまで青空なのか。ほんま日向さんポジでしたよ。今コメントピッて押したらね、アバターがほんま日向さんだった。ちょうどわー、パセリコールもありがとう。あ、買った、ありがとう。服届くの待っててください。もうそろそろ発送されると思うんですがお待ちください。すいません、生誕には間に合うと思います。生誕帯はいつあるか分かりませんが、予定通り10月発送ならば間に合うのではないでしょうかと勝手に思っております。私は分かんないけど髪切りたいんだ。でもダメって、カナエもコメント欄ダメって言われたけどこんぐらい。ココアさん見ると髪切りたくなるんですよね。でココアさん見ると髪切りたくなって、アカリンさん見ると伸ばしたくなる。だから2人同時にさ、2人と同時に3日間ぐらい暮らしてみてどっちが勝つかやってみたい
でも切れないと思う。マネージャーさんの許可が下りないと思います。ダメだと聞いてすらないまだ聞いてない。絶対ダメって言われるやろうなと思って聞いてない。伸ばしはせんけど、こんぐらいがいい気がする。うん、わかる。ポニーテールできる長さとかいいよね。でもひなさんとかの長さ良くない？ヘアアレンジもできるし、ちょっとボブみたいな長さ。許可下りない気がする。だって今まで切ってきたメンバーも結構粘ってた気がするもん。みほとか、みほはもっと切る、何年、1年ぐらい前、そんなじゃないかな、結構前から切りたいってずっと言ってたし、ウィッグとかめっちゃ被ってたじゃないですか、配信とかでも、ね、切りましょう本当切っちゃう。そう、多分ショートがいすぎてもねダメだから。でもなんか STU ってさ、ショートでもなければロングでもないみたいなメンバー多くないですかね。そんぐらいのなんかわかる、中間みたいな、ボブだけどロングでもないしショートでもないみたいな人多い。ショートって言ったらココアさんぐらい、ココアさんぐらいか。うん、オキさんとかアレンジはできるじゃん。ショートだけどショートじゃないみたいなあ、そう、さやかりんね、切ってた。この前の声の時もずっと楽屋で切ろうかなって言ってた。役作りでって言ってた。え？今誰か喋った？みたいな言ったじゃんね。なんか聞こえたくない？なんかね、左側にね、クローゼットみたいなドアが今はあるのに気づいてしまったんだけどさ、テレビは消音にしてるの。で、そのクローゼットが半開きなの。ちょっと片方の扉だけちょっと開いてて、こういう引くタイプのさクローゼットなんだけど、それが片方ちょっとだけ開いてんの。気のせいだよね。でも一人の時開けるより今開けた方がいいと思わない？どう？ちゃんと消音だよテレビ。え、待って怖い。え一緒に来てって言いたいけど、みんな画面の向こうにいるそうだよね。なんで半開きなんだろう。怖い。え、もしさ何か出てきたらどうしたらいいんですか。どうしたらいいんだ、何か出た場合って。この映像がさ拡散されるってこと。可愛くしとかなきゃ可愛くしとかなきゃかもしれない。リップとか塗らなきゃですか。大丈夫かな。怖いよ。
え、出してね、ちょっと待って、今ね、キャリーバッグ広げちゃったんだよね、クッキー缶のために。クッキー缶みんなに見せるために広げちゃったから。え、ちょっと待ってよ。え、開けるよ。いい？開けますよ。え、待って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 、せーの、はい、せーの。あ、いない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 。リセッシュがいました。リセッシュ、ファブリーズじゃなくてリセッシュだった。いなかったです。お騒がせしました。怖かった。マジでマジで絶対なんかいると思った。だってなんか聞こえたもん。え、じゃあ何の声だったのさっきの。逆に怖いんだけど、誰かいてくれた方が。あ、リセッシュの声。そう、この絵昨日から斜めなんですよ。えー、怖い怖い、無理や。え、まだなんかガチャって声、音聞こえた。無理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 。怖怖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 。うん、一回そう思ったらそう思えてくるよね。でもお清めスプレー忘れたから、化粧水でもとりあえず化粧水振っとくわ。保湿された空気が。潤ったよ、空気が。怖い。え、私さ、ホテルに寝るときテレビつけとく派って言ったじゃないですか。怖いから、テレビからなんか出てきたら怖いからつけとく派なんだけど、今日朝起きたらテレビ消えてたんですよ。そういうもんですか、テレビって。ホテルのテレビってそういう仕様ですか。そういうなんか電気代削減のために消すみたいなやつですかって言ってください。そう言ってください、皆さん。仕様ですって言ってください。あ、そう、そういう仕様、本当に時間決まってる。テーマ付き？節電のために、そういうもんだよね。あ、本当？よかった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 。え、怖かったの。朝起きたらテレビが真っ暗で、え？って思って、私つけて寝たんだけどと思って、あれ？と思って。勝手に切れますか？本当？じゃあ安心かもです。もう私は全てが怖く感じてしまう。もうダメだ。一人部屋がやっぱさ落ち着くじゃないですか。お風呂に入るタイミングとかもさ、なんか物音とか気になっちゃう、申し訳なくなっちゃうから。自分は気にならないんですけど、なんかさ、ドライヤーをさ、メンバーと同部屋だったらドライヤーと交互にしなきゃだし、眠い時にドライヤーしたらなんか申し訳ないとか思っちゃうから、一人部屋の方がお互いやっぱライブとかした後とかさ、こういう配信とかの時間もあるしなと思うけど、こういう時は同部屋がいいなと思う。もう自分勝手でごめんだけど、怖い時は同部屋が良かったとか思っちゃって。え、確かに配信がさ12時に切れなかったら、配信してみんなに見張ってもらっときたい。私が寝てる間ずっとパセリの寝てる様子を朝まで配信してもらって、
でみんなが時間になったらなんか起こせる機能とかついてて起きる。どうする、なんか動き出したら人影とかが、パセリ起きて、何かいるよこの部屋ってなって、みんなコメント欄で最後にパセリだけグースかグースか寝てるの。怖すぎる。えみたいな、なんか何今の音とかコメントだけ、えみんなはオールだよオール。あ、寝言ね、寝言とか寝相とかね、怖いよね。いきなり脱ぎ出したりしたら怖いもんね。大変だよね。バンされるどころじゃないよね。バンする係の人が寝てたら終わる。何？オキちゃんが鍵穴募集の文句言ってるの。そう、オキさんが夜公演で、誰か私と一緒に鍵穴やりたい人って誰も返事しなくて、誰か来たい人ってずっとずっとね、エレベーターの移動中ずっと来て、でも私昼公演でやっちゃったからやりたかったんですよ。私だってオキさんと鍵穴とかさやりたいに決まってるじゃん。でも昼公演でしたから絶対無理だと思って何も返事しなかったんですよ。誰か他に言うかなと思って、で沖さんもあの安否とかとした方が嬉しいだろうなと思ったから、私は差し入れないでおこうと思って、もうそっとしておこうと思って、もう自分に言われてる言葉じゃないと思って、もう全然知らないふりしてるんですけど、空間にいたけど、いっぱい他にもメンバーいたからね、いろんな一期生さんとか二期とかいたから、誰かに託そうと思って、今日は安否とひなさんが偽物マイキューさんになってました。偽物マイキューさんはアンピーとひなさん、クエスチョンクエスチョンクエスチョン、私だってしたかったですよ本当は。したかった、でもさ、でもだよ、またパセリやんってなりそうだしさ、なりそうだからだよ。そう、いつかしてください、いつか。え、パセリしたことあるよね、 PR 舞台でないっけあれ、ないっけ、どうだったかな。え、オオカミとプラザやりたいです。一緒に言ってる、この前オキさんにも言った、オオカミとプラザやりたいです。こんばんは、風に膨らむ真っ白なスカート。 MC は沖さんと、そんなんもう大変大変大変じゃん、もう大変、もう緊張しすぎてレッスン組まれた日の夜から眠れなくて、ずーっと眠れなくて、もう目がこんなガン開きで充血していくかも。もう寝れなさすぎてそんな目でいっちゃうかもしれない。大変。あ、なんかリンコからいいね来た。昨日送ったリプのいいねが来た。NGT の3期生さん、なんかね、なんか最初に
2人ぐらい楽屋に来てくださって写真撮ってくださいっていうタイムだったんですよ。だからそう3期生さんの方々はその時楽屋に来られてなくて喋ってないです。おしゃべりしてない誰が。でもパセが撮ってもらった方々は学園に来てくださってた。でもどうだったかな。もうね私は脳みそが記憶がもうおかしいです。ここ2日ぐらいなんかもう記憶がね、わからない。2日前に広島で公演してたってことが信じられません。私はもう1週間ぐらい新潟にいる気持ちでいる。うん、すごい不思議な感覚です。もう時差ボケ国内だけど時差ボケって感じだって。朝さあ5時とかに出てさ新幹線で6時間、乗り換えも含めて6時間とか移動して、もう着いたらすぐステージで終わってホテルで出て、また今日こんばんは。うん、なんかもう記憶が晴れ晴れね、頭が疲れてる。アライリーナさんがパセリさんとずっと撮りたかったけどタイミングが合わなかった。私もうねあのね可愛すぎてね可愛すぎて昨日の配信でも言ったんですけど、もう可愛すぎてびっくりしちゃって、ずっとなんか私すっごい離れた場所でこうやってやってました。なんかいつもあの池田優良ちゃんの SNS でね一方的に見てて、だからなんかすごい嬉しかった。あ、有名人やと思ってあ、かわいいかわいいってちょっと挙動不審になっちゃった。あ、かわいいめっちゃかわいかったあとねもう一人ね三期生の方でめちゃくちゃかわいかった言ったんです。え、皆さんかわいかったけど、え、めっちゃかわいいと思って、え、なんかねお顔があのタイプの方がいらっしゃったんだけど、皆さん可愛くて、はい、アイドル可愛いと思ってヘラヘラしちゃいましたこんばんは。どなただろう。わからん。ちょっとまた写真見返してみますね。ちゃんと正確な情報を伝えます。みんな可愛かった。すごいね。なんかねやっぱさドラフト3期生さんとかもさよくねあの沖さんとかマイキューさんとかソヤハさんとかがさドラさん会えたとかよく言ってるじゃん。48グループの人たちと会うたびにドラさんと会えたよとかあげてるからさ、うわドラさんだとか思ってねヘラヘラしちゃったすぐヘラヘラしちゃう。みんな細くてスタイル良くてすごーって思って見てました。しかも皆さん優しかったの。なんかね楽屋で合わせをしたんだけど説明をすっごく丁寧にしてくださって、そう丁寧にすっごくね分かりやすく説明してくださって、で言葉遣いがすごく綺麗で、あなんて素敵なんだろうと思って、でその後に楽屋に来てくださって勇気出して写真一緒に撮ってくださいって撮ってもらって、
嬉しかった。こんばんは。ね、今日さ最初の方のギフト読まなかったからさ、後の人だけ読んだら最初の人なんでなのってなるから、ギフトが今日ずっと読めてないんですけど、ギフトありがとうございます。ちゃんと見てるんですけど、最初に読みそびれてしまったもんでごめんね。ありがとう、ギフト、ありがとうございます。見えてるんだ、ちゃんと見えてるし、心の中でありがとう。ね、ラーメン部があるらしいね。いいね、ラーメン部。ごめんよ、ありがとうね。え、もうさ、私は寝る時間ですか、もしや。え、でもお化け出るからさ、あ、もう11時半か。ジャストだった、ジャスト11時半だった、読みたら。え、寝る時間、うん、寝るべき、怖いけど、でも早めにお風呂入った方がいいですよ。全自動お風呂勝手に入る機械みたいなやつ作ってください。そんでドライヤーまで終わらせてください。なんかさ、車みたいに、車ってさ洗うときこう入っていくやつあるじゃん、ウィーンって、あれみたいにパセもこうやって歩くからさ、自分でちゃんとこうやって歩いたら、こう機械がウィーンって現れるシステムにしてほしい。そんでドライヤーも、次のレーンがドライヤーで、もうすっごいボーボー風吹いてて、こうやってやられながら乾かしてほしい。ダメですか。確かに痛そう確かに痛そうだしさ、全裸でそこ歩くのはちょっと恥ずかしいかもマイキューと同じこと言ってる。発想が似てるのかな、嬉しい。絶対痛いよね。しかも全裸で歩いてる自分想像したら気持ち悪すぎてびっくりしちゃったフフフ、大変。なんかメンバーと出くわしたらちょっと気まずいよね。あみたいなそういうなんかね、洗う場所とかがあったとして、気まずくなっちゃう。こんばんは。でもさドライヤーだけでも無理ですか、無理ですかね。私いまだにね、ホテルの大浴場とか行ったことないんですよ、 STU 入ってから。よくメンバーが今日ホテルの大浴場行こうよとか、次の日とかに、ホテルの大浴場昨日行ったとか話してるんですけど、私は一回も行ったことなくて、本当に嫌だ嫌です。嫌だし、それを言うとメンバーにもだし、コメント欄でもよく言われるけど、別に見るために入ってるわけじゃないだよって言われて、確かにと思ったけどさ、まあね、嫌じゃないですか。でも一人誰もいない時間帯に行くのも、それはそれでお化けとか怖いしさ、いろいろ怖いからね、ちょっとダメかも、ちょっと厳しい。これからも一人で部屋の風呂で生きていこうと。見せつけてやればいい、そんな気持ちで、そんな気持ちで言ったらいいの。ソタンはいいよ。でも私はあの2期生のマイカーメンバーとは温泉行ったことあるんですよ。その時もお風呂に浸かるギリギリまでタオル打って、美穂と一緒にせーのって言って外して、上がる時もタオル用意して、せーのっ
って言って、お風呂にタオルがつかないように、あのせーのって言って一緒に掛け声して、ちっちゃい声だよ、ちょっと迷惑にならないように、せーのって言って、そう徹底してるから、こちとら徹底してます、同時にね。目やでよ、目やでよって言って。せーの。ね、確かに。はたから見たらそれが一番恥ずかしいよね。こんばんは。平和でしょ。ね。確かに注目されそう、確かに恥ずかしい。何の話してるの。何の話ですか、もう。じゃあ45分までしよう。ちょっと半に終わるか12時までやるか悩んだけど、じゃあ中間取って45分までするね。そしたらお風呂頑張るね、一人ちゃんと今日一人の部屋で頑張って入ります。一人で入るよ。何、リンコが同じこと言ってる。やっぱ似てるな。お風呂めんどくさいって言ってる。お風呂めんどくさいからパセリに今さっき LINE 返してきたんかな、ぐーたらしてるんかな。もしかして。じゃあ頑張ろう、頑張らなきゃ。私はシャワー派なんですよ。お風呂はためない派だから、さささっと終わります。お風呂に入るのはすぐ終わります。問題はドライヤーです。わあ、怠け者なんだっけ新潟弁、あの紙もうゴミ箱にポイしてきちゃった、会場のMC 終わった後すぐもう、はあって反省会してさようならゴミ箱に眠らせてきました。あ、サラダホープ買ったの？美味しかったよ、サラダホープ。枝豆味、ぼる塾の田辺さんおすすめ枝豆味、めっちゃ美味しかったです。じゃんじゃじゃん。あ、のめしこきか、怠け者、美味しかった。明日めっちゃむくんでそう、今日いっぱい食べたから。どっちが勝つかな、2公演プラスリハーサル VS お米とサラダホープと美味しいおかずたち、どっちが勝つんでしょうか。バトルです。正解は明日の朝。お願いだから運動量が勝ってほしいな。いっぱい汗もかいたよ。もう私1曲目とかから汗かき始めるからさ、びっくりしちゃうよね。ご飯勝つかな。そうだよね。これは楽屋で差し入れでもらいました。差し入れでもらったサラダホープです。そう、2公演。どうかな。そう、代謝いいんですよ。眠たくなってきた、急に。眠たくなっちゃった。眠たくなる前にお風呂入るべきだったよね、絶対に。わかってるんだけどね。やばい。でも配信終わる、もうすぐで。髪の毛ほどいとこうかな。やばいね。
じゃん。紙。この紙の作り方、まずここで結びます。こうやって結んだらここに穴を開けるんですよ。あ、じゃあやろう。今日のこの髪型、メイクさんが作ってくださったけど、説明会開こう。はい、まずここで結びます。本当はもうちょっと上がいいと思うんだけど、ちょっとやり直そう。別にみんな興味ないと思うけど説明したくなった。あ、飛んでっちゃった。まずは髪の毛を束ねます。こちら好きな量で大丈夫です。左右対称になるぐらいで目安です。そんで結びます。はい、結びました。結んだらですね、ここに結んだとこの上に穴を開けます。こうです。そこにこの紙を入れ込みます。せーの、くるん。はい、入れ込みました。お分かりでしょうか。はい、そしたらこれをキュッとします。はい、完成です。そうして出来上がったものがこちらです。キューピー3分クッキングスタイルです。この私が今汚く雑に作ったやつの完成形がこちらです。そういう仕組みでできております。そうなんです。そう、ちなみにこの髪型をしてもらうときに見せる画像は斉藤京子さんです多分メンバーはみんなそうだと思う。結構さ、 STA メンバーこの髪型するじゃないですか。みんな斉藤京子さんの髪って説明してると思う、多分だけど。これはクルリンパっていう髪型です。クルリンパ、ハーフツインのクルリンパしてくださいって言ったらこれになる。ほどいた。ほどきましたぜ。よし、ほどいたぜ。あとお風呂に入るだけや。ね、シンプルになりました。こちらの汗だくのヘアゴムたちはホテルでさよならします。ゴミ箱へ、ゴミ箱へ行きました。やっほー、こんばんは。シンプルな髪も良いですな。ポジのヒントありがとう。あ、よかった。そうだよ、メール取ってる、メール取ってるとそういうね、利点がたまには、たまーにパコちゃんね、今日は上手が、上手多かった。下手も言ったけど上手の方が多かったよね。わしでもね、大阪は全員出るから、大阪のポジション、パセリどの辺なんだろう。あ、でも席決まってるか。大阪は東京公演とか見返したら、記憶をこうやって遡ったら、あ、この辺が多いのかなってわかると思うけど。紙でね、上手に行くことが多かったです。今日でスタンディングのさ、ライブ終わりじゃないですか。悲しい。なんかね、ダンスの先生も言ってたよ。ファンの方々のコールが大きかったって言ってた。めっちゃ今日は、声援、そのコールとかが多くて、めっちゃ盛り上がってたって言ってました。だからスタンディングっていうので、みんなもさ、お腹から声出せるし、あとユミリンさんのお誕生日ってこともあって、みんな盛り上がってるのかなって言ってました。ね、
でも今日もぎゅうぎゅう詰めだった。みんな帰ったら手洗いうがいとかしっかりしてください。これからの時期寒くなって風邪とかひきやすくなっちゃうから、まあ、コロナ対策とかもそうだけど、シンプルに風邪とかインフルとかにね気をつけて過ごさなきゃだね。とか言うとこういうのがさフラグになるんだよ。パセも気をつけなきゃ。気をつけます。あいよーって言ってあいよーって。そろそろお時間、本当だ、あと1分じゃないですか終わろう終わろう、終わりましょう。わあ、ギフトありがとうございますね。今日もういっぱい動いたからぐっすり眠れると思うんですけど、ぐっすり寝れると思うんですけど、今ぐっすり寝すぎると移動中がもう眠れなくて目が覚めてずっとボケーとしとくしかないっていう事態に陥るから難しい。体はすごく疲労を感じている。でも脳みそはアドレナリンで起きている。そして寝すぎると移動中に寝れない。困ったなんてこった。どうしたらいいんですか、こういう時って。何がベストですか。海外旅行とか行く人ってさ長時間乗るじゃないですか、飛行機とか。何してるんだろう、何してるんですかね。寝る、ひたすら寝る。でも寝すぎると明日の夜寝れなくなるよね。ああ難しい難しい。読書酔わないの、飛行機。パセリ飛行機めちゃめちゃ匂いよ。映画、あ、じゃあ YouTube でいろいろ見たりメール送ったりする。でもねスマホ見るとねスマホ見るとねもうねなんかねもうなんかさダメなんだよね。見出すと一回目に悪いよね、きっと。難しい。景色見るか、そうしましょうね。でも絶対 A 席じゃない芸芸芸の芸、難しい、大変だ。わーい、今日はお断りされないぞ。お断りだよ本当じゃん、悔しい。今日結婚してギフトを投げた皆さんお断りですってまとめて断った子、ありがとう、本当にギフトありがとうございました、たくさん。ではそろそろお別れの時間となります。皆さんとお別れしたら私はお化けが出ないか、そういう恐怖と戦いながらお風呼に入りたいと思います。ああ怖い怖いけど、もしお化けが出たら これをね、これが目に入らぬかって言って仲良くなろうと思います。ああ怖っ、ああ怖っ。みんなありがとう、今日見てくれて。朝配信もありがとうでした、朝夜と。え、これめっちゃいい匂いする。中身ないけど匂いがめちゃくちゃいい。明日帰りのさ移動中ずっとこれ書いとこうかな、こうやって言おうかな、こうやってずっとさ広島帰る時もずっとこうやってで帰る。ああありがとう。じゃあ捨てるわ、ちゃんとゴミ箱に。ぽいぽい。みんながなんかね、みんなの推しメンがちょっと変な目で見られるよりゴミ箱に捨てた方がマシだ。じゃあ壇上4で終わろうと思います。
他に紹介するものはないよね。ないです。今日は朝配信でエチゴン紹介したから、ありがとう皆さん見てくれて。ずっと言ってるよねこれ、うん、かれこれ数分経ってる。あーもう4分経過してる。はい、では男女いきます。13位帽子さん、12位右田ピポさん、11位ミューラッチさん、10位ジノラゴさん、9位クワドリさん、8位ワウワウさん、7位ハマコンさん、6位カメさん。え、これ男女今変わった、もしかして。13位右田ピポさん、12位ミューラッチさん、11位スプマンテさん、10位ジノラゴさん、9位クワドリさん、8位ワウワウさん、7位ハマコンさん、6位カメさん、5位マコバヤさん、4位フクちゃん、3位犬ちゃん、2位ひろっちさん、1位ゆうたくん。ありがとうございます。ありがとう。また明日会いましょう。あー体調崩さないか怖い。ありがとうございました。ありがとうございました。ぐっすり寝てください皆さんも。またね、バイバイ。またねー。